CL ポリス出動要請だ。さて、一応やってみるか。どんな強者も絶対に逃さない。俺たち CL ポリスにお任せあれ。これなんか怪しいな。ちょっと怪しいよね。あ、匂い。なんか、告知所持犯の匂いがする。匂いします。あ、ちょっと覗いてみよう。覗いてみよう。皆さん何か稽古中のようです。やってる。やってるわ。超やってますわ。ちょっと待って、ちょっと待って。こちらへ集まってきてください。はい、はい、皆さん集まってきてください。なにお前たちが告知所持犯だな。あ、慣れてない感じがするあ、うるさいな。いや、お前告知所持犯。あ、とぼけるのもいい加減にしろ。 お前たちが告知を持っていると通報があった。なんかの舞台稽古してたな。何の稽古してたんだ？今あの9月27日から始まる舞台前田刑事歌舞伎旅肥後の虎加藤清正編っていう舞台の稽古中です。あの邪魔じゃないですか？いや、何だっけ？え、何回目だっけ？大丈夫？まあ、その舞台、なんだその舞台は。だからまた言う舞台前田刑事歌舞伎旅肥後の虎加藤清正編、はい、9月27日からシアター H にて開幕するわけです。そうですね。もうあと2週間ぐらいで邪魔しないで帰って。お前完全丸読みじゃねえかちょっと一人一人その舞台のなんか役割みたいな聞いて、告知させてくれるんだけど。もうあの聞いてもいい、聞いても事情聴取。あ、事情聴取、事情聴取。あ、いいですか？こちらの。そういうことか。これで撮ってんのね。あ、こちらの方聞かなくて大丈夫です。こちらの方。台本頭入ってる？台本頭入ってないけど、フィーリングでいきましょう。はい。あ、じゃあ僕、前田刑事役のリクです。よろしくお願いします。はい、はい、加藤清正役の白本敦です。お願いします。役どころとか何ですか？役どころ、まあ、あの有名ですけど、熊本城を作った人ということで、で今回はその前田刑事とかなり深く関わりを持つキャラクターで、歌舞伎門と言われているのが僕はわさもんということで、まあ同じ匂いがする者同士仲良くするっていう感じのキャラクターの関係になるんですかね。なるほど、うん、僕ですか？僕はあの、はい、ボンイチという役をやらせていただいてまして、あの歌舞伎旅オリジナルのキャラクターなんで、どっちかというと狂言回しというか、お客様に一番近いような役柄なんですね。なるほど。そして、はい、僕はですね、ホセ・ガルシア・シンプさん。まあ、ラスボスで、とてつもなく強くて。強い。これもネタバレしちゃって大丈夫なんじゃないですかね。どうなんですか、まあ、ラスボスの可能性が高いという。高いという。まあ、ちょっと今回、スペイン語を話さなきゃいけないんで、まあ、ちょっと楽しみです。いや、はい、そして、はい、そのマヨさんが演じるホセ・ガルシア神父の弟のガルシア役を演じさせていただきます、桐生司です。兄弟のかっこいいんだよ。ありがとうございます。かっこいいね、弟ありがとうございます。あの結びと島の
あの島の人たちと戦いを起こすシーンがあるんですけど、すごい見た方と戦ったりもしますのでお楽しみにしていてください。誰なの、はい、まだちょっと怪しい人がいるぞ、まだ怪しい人がいる、怪しい人がいる、ちょっと聞いてもいいですか。佐々木小次郎役をやらせていただいてます、松田岳と申します。ガルシア神父に仕える人だっていうふうに覚えてくだされば嬉しいです。前田圭司さんとちょっと敵対みたいな感じのところから始まるので、ぜひご注目ください。もう彼の色気がたまんないですね、はい、センター分けですからね、やっぱね、センター分けは色気なんで、ね、ちょっとね、なんか CL ポリスの人が見てないかもしれない。似てるっすね。いやいやいや、何の話ですか。ケイシーだよね。いやいやいや、何じゃないの、キャストの。あれ何したの。今回、あの影の主役と言われてて、あの主役のリクさんの、あの運び役です。上半身。あ、上半身そうになっております。ケイシーですよ、だって。ちょっと、うん、あ、いやいや、っていうか、なんか見たことあるかもしれない。なんか見たことないですか。あるある。いやいや、何ダンスをしてくれてたじゃん、俺。いやいやいや、僕本当にポリスですか。いや、もう、まあ、ポリス。あ、でも手錠も持ってるし。ないよく顔見して、よく顔見して。なんか似てんな、誰か。いや、似てる。誰か手錠の話見たことない。ちょっとサングラス外しますか。やめて。ちょっと。やめて。はい、そういうことでですね、はい、バレたら仕方ない。はい、僕たちも出演させていただきます、前田圭司歌舞伎旅ステージ&ライブ。はい、東京公演は9月27日金曜日から東京シアター H にて始まりますので、皆さんぜひ足をお運びになって、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。自分らが国立少女館みたいになってるじゃないですか。はい、ということで、たくさん告知を持っているお前らは逮捕する。やめて。シールポリスってこんなにいつもグダグダなの。進行やばくない。編集大変だよね。8時50分現行犯逮捕。すごいすごいな。はい、ということで、はい、告知所持班の皆さんに、うん、タレコミが何個か入っております。え、悪いこと、悪いこともいいことも。おお、悪いことあるんだ。ありますよ。そうそう、ちょっと見てみないと。見てみましょうか。はい、はい、ピアノさんへのタレコミが入っています。おお、なんだ。ゴンイチ役の平野亮さんのセリフの覚えるスピードが尋常じゃない件、こちらリクさんからのタレコミでございます。本人がいた。はい、それ聞かれたやつこれだったんだ。これです。いや、亮さんやばくて、うん、言ったらこのカンパニー多分一番セリフ量が、はい、多いんじゃないかと思ってて、なのに、もう気づいたら台本話してて、どうやって覚えてるのっていつも俺は思ってて、で、僕、ゴンイチとやっぱずっと一緒にいるんで、役柄的にすっごいプレッシャー。あー、でも、これ僕、理由がありまして、はい、もっと一番最初の稽古です。まあ、みんなで、なんか、持ってやるよね、最初だし、みたいなのがあるんですよ。ありましたね。いやいや、持つでしょ、行っちゃう、初日だよ、うん、って言った瞬間に、モローさんが外してたんですよ。一番のニーヤンが外してたら、あーと思って、もう必死で覚えて、あ、もう持たないと。先輩が持ってないと。さすがに。さすがに。血の気引きました。なんかセリフ覚えるコツとかってあるの？ないよ。ひたすら。読んだら、言う。さすが。うん、ありがとうございます。あのなんかグダグダな関西ではどっかで関西人として聞いたんですよ。あれも聞いたんですよ。あれこれ書いてるんですか、ちゃんとした方がいいんですかって言ったら、実はゴンイチは京都出身じゃない。お、長崎だから、はいはいはい、はい、綿密にエセの方がいいですっていう感じで、あ、じゃあ分かりました。なるほど、まで感覚で、なるほど、納得できた。今やるんですよ。いいタレコミでしたね。いいタレコミですね。いいタレコミですね。はい、で、平野さん演じるゴンイチ、注目してください。よろしくお願いします。
では、タレコミまだあるみたいです。はい、すごい、なんかよくあった。こちら、平野さん、白綿さんへのタレコミが入っております。はい、平野さんと白綿さんが稽古終わった後に上半身裸になって鏡を見ながら筋肉と会話をしていたと。こちらスタッフからのタレコミです。どういうことでしょうか。これは僕っていうより今これは。いや、僕もでもやっぱあれですよ、そのね、やっぱ主演の方の影響が大きいんですよね。じゃビジュアル撮影の時にスタッフさんに言われたんですか。すごい人数に囲まれて。はい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 、はい、リンクこのぐらい大きいんでお願いしますって言われて。お願いします。一緒に筋トレしてるって。一緒に筋トレして稽古、肉たん食って稽古したけど、いや、思ったより強くて、上げる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 だし、はい、もう本当にこう限界まで追い込まれてたんで、はい、見てて気持ちよかった。おー、あ、そうなんすか。これ見ないと筋肉大きくなんない。なるほど。だってレンジされたね。筋肉と会話しなきゃ。2人のね、あの歌舞伎者が、はい、一緒に肉体美を披露する、はい、のかもしれない。しない、かもしれない、かもしれない、かもしれない、するかもしれない、そもそも着てないかもしれない、かもしれない、しない、そこは着ろ。そちらもお楽しみください。はい、はい、まだありますか。はい、まだあれ、もう一個あるみたいです。すごいね。まだまだいきますよ。リクさんへのタレコミが入っております。おー、出ました。はい、リクと約束していた飲みに行けた話、こちら川崎真代さんからのタレコミ。まあ、連れて行ってくださいよって言われてたんだけど、やっぱりあのほらドームのさ、ライブがあったでしょ。でめっちゃ忙しかったし、お酒 もう全然飲んでないし、食べ物も制限してると。でやっと終わって帰ってきて、まさに昨日なんだけど、うん、リク今日どうしてる。いや大丈夫ですよ、で行こうかって言って、でまあ昨日はまずバー行って、それで書店バー、書店がおしゃれです。空腹でバー行って言ったら、話してキュンも、はい、あの俺のインスタ見てて、お前も行きたい行きたいって。お前もやん、もんじゃ焼き行きたい行きたいって、食べたいです、お願いしますって言ってたから、で、まあ稽古は待ったってバーでね、で、そこからもんじゃ焼き行って、もう一軒ダイニングバー行って、まあ、昨日3軒行って、でもね、最初のビールめちゃめちゃ美味しそうに飲んでくれて、うわーっつって、あのドクンドクン言ったもんね。久しぶりのお酒 で、 いいで、ね、全部ごちそうになっちゃった。ごちそうさまです。ごちそうさまです。うまっ。ちゃっかりしてるな。でもやっぱ本当なんかカンパニーでね、はい、カンパしたいよね。したいですね。今計画中なんで、はい、おお、はい、座長お願いします。全部あのシュールポリスの経費から払います。おー、ということで、本番へ向けて、はい、最後一言、座長、はい、前田刑事役の陸からいただけたらと思います。はい、思います。そうですね、かなりこうタイトなスケジュールの中、みんなで力を合わせて頑張っております。今、あの実はみんな集合、カモン集合。残ってくれてた。本当に素敵なチームなんですよ。ぜひぜひこちらに皆さんお集まりください。ありがとうございます。モロさんが残ってくれたのにヤバすぎる。今汗練習したりとかいろいろアッシュの稽古とかいろいろ。大体俺にアッシュとかないんだよ。失礼いたしました。で、この演者チームでやっていくわけなんです。このね、メンバーがこう全演者なんですけれども、特にアンサンブルメンバーに関しては一人で何役もやったりとか、夢の一枚でたくさん覚えたりとか、僕なんかよりももっともっと大変なことたくさんやってるなっていつも稽古見てて思うんですけども、まあ、あのスタッフだったりとか、このメンバー一同でですね、最高の、エンターテインメントを届けられるように、あと約2週間、頑張っていきたいなっていうふうに思っておりますので、皆さんぜひ前田刑事歌舞伎旅、肥後の虎加藤清正編、ご期待ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、エイトエイト。解放解放解放ということで、 MC 下手くそ飯で解放。
ベテランのキャストいらっしゃる中、このド素人な感じで失礼いたしました。失礼しました。一緒にこのカンパリを盛り上げたい一心でございますので、皆様今日は本当に遅くまでありがとうございました。頑張っていきましょう。はい。特殊捜査チームラグバンドのシュートとシュンです、恒例の CL ポリスシリーズも、うん、なんかエピソードがいっぱい増えて嬉しいですね。いや嬉しいね。いや毎回つわものばっかりだから俺はもっと鍛錬をね怠らずにね真面目にもっともっとプルルプルルどうした何また告知処置班の都合がいいぞ。おっ OK 出動だ行くぞ。サクッと捕まえて筋トレいっちゃいましょう。レッツゴー。